あー、それならリアプルでございます。いやー、マジでね、キックオフのね、時間っていうか、配信する時間、まあ、キックオフの時間を勘違いしまして、配信8時50分からかなと思ったら、8時20分でちょっと大慌てって感じでございます。はい。ただ、試合に間に合ったので、よし。昨日の伊藤よりマシなだけで遅刻です。<laughs> いや、ほんと申し訳ない。昨日の伊藤は、マジで申し訳なかった。もう僕は、ちょっとね、完全に、あの、事務所来てなかったんですけれども、 どうやら第一国をかましたらしく、ただなんか奇跡的に試合も第一国かますっていう、みんな第一国だったっていう話を聞きました。僕はもう、ちょっと完全にスヤスヤしていたため、えー、全くちょっとわからない状況でございますけれども、なんかあいつ、ちょっとそういうところ持ってたなと思ったね。後から聞いて。第一国かました時に限って、なんかそういう試合がそうなる感じな。 配信久々な気がするんで、まったりトークしていきましょう。なんすか今のホットな話題は、サッカー界。何が今一番挙げられるでしょうかクロップ監督引退。何それクロップ監督引退なんか言ってんのマジで言ってんのちょっと待って、そのニュース俺初めて知ったんだけど、いつの、マジでよ今夜ってこと今朝ってことそんな話は上がってんの いや、それもうなんか疲れてるだけだよ。はは、もう監督はコリコリだぜ。ははは、じゃなくて。なんかもう、もう、もう、なかなか現場はあれだぜ。みたいな感じじゃなくて、明確に引退ガチで、ね、す。それいつの話今夜、俺が寝た後なんかなそんなの、数時間前か。ああ、じゃあ知らないわけだ。もう起きたの俺7時50分なんで。そんな、言うてもまだできるやろっていう。ええー、なんかそのインタビューちょっと見てないからな。あれだな。 二時過ぎサッカーに退するって言ったら、二時、ちょっと見てなかったなぁ。多分寝てたわ、普通に。グーグー。いやまぁ疲れるんだろうなって思いはあるけれども、なんでこのタイミングなんだろうっていうところもあるし。あと、まぁ年齢的にも正直まだできるっちゃできると思うんだよな、ね。やっぱリバプールで、燃え尽きたんかなぁ。えー、でも、ちょっとそれはびっくりだな、クロップな、これな。プレチャー新メンバー、クロップ頼む。あの、オファーはやってみます。うん。 オファーはやってみますけど、んあみんなくちゃにしないでください。いいね、クロップと来たらいいね。クロップと背番号変歴クイズとかやりたいもんな。うわー、ちょっとクロップわかんないのこれ変度じゃんとかそういういじりしたよね。はは、変度かいちょっとわからなかったよ。みたいな、そういう。ねえ、そういうのも楽しみよな、動画もな。ちょっとも、 まあ,あ、るもんな。クロップとは何語でコミュニケーションを取りますか日本語に決まってるじゃないですかそれは。甘えるなと。もうプレチャン出るからじゃ日本語でやらなきゃ困ると。わあ、レッツゴー、レバー、は、はハはしゃぐ言うねば分かろう。改めてちょっとスタメンをチェックしたいんですけど、さすがに、えー、カラフィオーリはベンチーいいと。うん。 ただ、今回のスタメンは、両者もにプレシーズン中ではそこそこなメンバー組んできましたね。というか、割と価値。なんじゃないですかキーパー、ヘイン、ホワイト、キビオール、マガレアン、ジンチェンコ。あれユリエン、ティンバーはなんでティンバーベンチにいないのあ、休養なんだ。びっくりした。お、カーラフィオーリ映ってる。カラフィオーリ映ってますね。なんかこいつ、あれだろあのー、さ、昨年のアーサル対パレスの5対0の試合、普通に客として見に来てたんでしょ 結構グー,ナーなのよな。それ嬉しいわ。で、うん、パーティー、腕子、ハバーツ、ネルソン、ジェルス、マルテッリ。ィアプールは、ケレハブラッドリー、クンザファンデベルグ、ツミカス、カーティス、ソボ、エリオット、サラ・ジョタ、ファビオ、カルバーレオ。ファビオ超久々に見るわ。フラムで輝いたファビオ。そう、アヤックんなスはそのスペンじゃなかったよな。なんか。 なんでしょうかちょっと、すごい不安になってきてるんですけれど。まあ、休養ということなので、信じましょう、ほんとに。この、リッカルとカーラフィオリが入った、この、夢の6枚で回すつもりが、マジで半分ぐらい怪我できないとか、やめてね。<laughs> 結局、サリバ、ホワイト、マガレア以外怪我してるやんけってことないようにしてください。うん、うん。やばーいやばーいあーやーー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  あそこやられましたね。怖い怖い。まあ、すげえ状況だった。なんでこうなった綺麗にラインブレイクされたね。ここのジョタの動きと、あマ曲がれんが出たところを埋めれてなかったか。まあ、このヘッドした曲がれんのが元に戻ってるぐらいだもんな。うん。人中にこう試されてますな。うん。もうだってもう全部 <laughs> 全部マガリアンがやってればね、ジョタとセッタの曲がり合アだし、抜け出したサランに対して対応したの曲がり合アだし、俺何役やればいいんだっていう。さすがに一人はむずいな、そこな。ジンチェンクはもう天で絡まなきゃいけないし、まあでも言うても序列はもうさすがに落ちるけどね。これでマガリアンベンチとかだったらかわいそうすぎるけど。とか今日キビよるか右やってんのか。でもジンチェンクが守備軽いなもうもう皆さんも、もう知ってんのことだからね。 ジンジェクルウルトなんても書いているの。いや、多分いないと思いますよ。よほどもの物好きがいない限り。そう。チェン守備本当どうでもいいので攻撃性能2223ホームに普通に戻してくる話がするから。そっちなんよな、俺も。そもそも守備の対人性能とかを。そう、だからこういうパスで切り開いてくれたら俺はそっちで十分。お、なんだなんだなんだ。お、何があった、今。 何してた今。何してた今。全く見てなかった。今何をおったああ。なんかすげえパス通したな、これ。誰だこれ。何これ。あ、ちょっとチップで浮かしたんだ。ああ、これすげえパスだわ。あーこれはすごい、これすごい。おあ、おあ、ああ、ここのパスは上手ね、これね。プレシーズンでよかった。<laughs> とはいえ、心配でしかないけどね。もうこれね。 いやー、ま、今のはもう、うん。相手褒めるべきじゃないですかエリオットがね、うん。うまいパス出したっていう。おうおー。お、ハバーツが点決めてきましたね。おうん、うん、うん、まあま、1点ぐらい解除でありがたい。ハバーツも初ゴールかなプレシーズン。チェンコ今の良かったね。うん。なんかもう守備のところ目でつむるから、間いところでなんか違い見せてくれよって感じ。え、ユーロ組、今休んでる中、ハバーズ出てるの。 え、リーグ戦に影響すると思うけど、どう思います一応もうハバーツ出てるけど、あの、ジョルジーニョとかもこの前の試合出てたし、で、あ、でもジョルジーニョはまあ、あれか、ラウンド収録組だからあれっちゃあれか。みんなとさ、アーサル以外のクラブってドイツ組戻ってきてないのまだ。どうなんだろうハバーツってこいつ、ドイツの中でめちゃくちゃ速い方だったりする 現場復帰。すげえな、俺 <laughs>、ハバーツすごいね、それね。アリュディガーは出る。アリュディガー今日スタメンなんだいや。そろそろドイツ組も出てくるって感じかな。でもハバーツ一応、あれ前の試合から出てたもんね。なんかそうだね、なんか心配にはちょっとなるよね。もっと休んでって思うし、あのー、ライスとかももう、トレーニング始めてるみたいなさ、ライスももう、 なんか、なんか、まあ、ドバイかなんかで軽いトレーニング始めてるみたいなことやっててさ、お前らほんと大丈夫かと。鉄人というか、なんというか、ちょっともうこっち的には休んでもらいたいけれどもね。周りにオフいらない選手いるけど、ほんとにそういう奴らっていらないんだよな、マジでな。むしろサッカーしてない方が落ち着くみたいな。トラウ、ヨップがトラウマになって、お渡る来ましたね、渡る久々だぜ、渡る なんか、渡るたい冨安、マジ永遠に、実現しないよね。ふふふ。今シーズンは見れるといいなぁ。冨安側が、毎回ね。ミッドマトミ冨安はあったか。冨安ってどのくらい戻ってくるの大きい部屋じゃなかったけど。富安の怪我の人、だから、普通にそんな開幕には間に合いそうというか、なんかアメリカツアー帯同試合だけで、この試合がアメリカツアー最後ですから、アスそルは。だから、次からはあの、エミレーツでね、レバー空ゼとリーを戦うんで、その時はいそうだけどね。冨安、今、怪我しといてよかったです。まあもう、うん。 まあ、ある種偉いっちゃ偉いよね。シーズン始まってから怪我される方が怖いし、シーズンに影響しない怪我だったらっていう感じだけど。だからそう、次のレバー空前線には個人的にトミヤス間に合ってくれるんじゃないかなって感じなんだけどな。ま、もうまだ終わってないけど、今日位の収穫は個人的にはもう、回ハバーツで、あの、インサイドハーフでの、なんかボールの絡み方が、初年度より格段に良くなってるんですよ、これ。 展開とかドリーとかもそうだし、ボールの入り方とか、なんか、アルテタが夢見たハバーツが今ここにあるみたいなのがですね、僕の中では個人的に今すごい強くて、ってなってくると補強ポジでワントップマジ狙いに行くはありそうなんだよなお疲れ様です、ハバーツ先生。さあ、E3 ヌアネリとスケリーが入りましたね。でも、あえてなんか、人数絞ることで本当に期待されてる今季出る選手は、うわぁいいなりはプール あ、赤いのいっぱいシーフランジェズスの覚醒に期待。うぅ、いけるかチェズス。<laughs> <laughs> 俺は <laughs>、勝利不安だぜ。うーん。でもなんか、アーセナルのプレシーズンマッチってなんか最近こんな感じしないな去年もこんな感想だったんだよな。なんか個人でうまいけど、なんか、え不安なやつは不安。 以上、終わりっていう、感想がそこで止まるんだよね。なんか、まあ、で、見たいのがあんま見れない気がすんだよな。<laughs> なんか、うまいやつはそれうまいのよで終わるイメージ、感想が。うまいやつはまあそれうまいのよっていう。 なんかもっと、うわ、こんな発見あったわとか、うわ、今季こいつ楽しみだな、みたいな、感想が、あんまし、毎年、つか、ここ2年だね。ここ2年ないんだよな。うーん。うーん。うん、うん。まあ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 。ま,まあそれはみんな、みんなうま、戻ってきたらまあ、って感じですけどね、みたいな。え今日はもう、カラフィオリが出てないのが良くない。まあもう、もう、 先般はやっぱカーラフィオーリですね、やっぱり。カーラフィオーリが出て少しでも俺らのモチベを上げなかったカーラフィオーリが、ええー、まあ良くなかったですね、これね。はい。もう、もう、もう休ん、休んでたカーラフィオーリがダメ見学していた。無理やりにでも強行出場して、俺らのモチベを上げなきゃいけないみたいな。